第2弾いきます。はい、よろしくお願いします。朝倉みなみさん48歳のレッスンいきます。よろしくお願いします。はい、じゃあ、インパクトどうでした？いや、あんな感じでこうパチって捉えていいのかなっていうのが逆にあって、はいはい、ちょっとこう流れの中で、うん、こうスイングの中にボールがあるっていう感じじゃないといけないのかなっていう、まあ、よく言いますよね、はい、あのいや僕たちのフィーリングでスピンをかけたくないときはゆっくり振るんですよ。あ、はいはいはい、で逆にちょっと強くちょっとスピンかけたいときは結構きつめに入れる。うん、あの多分皆さんウェッジってスピンをかけたいはずなんですよ。そうですよね、ほんならゆる振ったらあかんやん僕は思うんですけど、なんでそうなるのかなと思うんですけど、ゆる振ったらあかんやんとは思ってます、はい、はい、すいません。じゃあその今さっきのね、あの前回のインパクトしっかりを踏まえて、はい、今度ピッチングウェッジの転がしやってみましょう、はいね、ピンまで、はい、看板まで目標13、4ヤード、はいはい、ピッチングウェッジの転がしです。はい、何球かまず打っていただきましょう、はい、うん、はい、さあまずはですね、もう早速、はい、あのインパクトは、まあ、どっちかというとしっかりしてきたんですけれども、転がし、転がしをするときに球が上がりすぎです。あ、はいはい、転がしっていうのはやっぱり低く出ないと転がるイメージにならない。あ、そういうことですね、はい、やっぱりピッチングウェッジ持っても多少こうすくって打てば高く上がりますし、まあ、それはそういう技はあるんでしょうけど、今の段階だと転がしたいっていうことはもっと低く打ちたいんですよ、はいはい、じゃあどうするかやっていきましょう。はいはい、まずは、構えていただいて、はい、でとにかくね、左をしっかり下げていきます。左肩、そうそういう感じですね、はい、左体重というよりは左肩を下げるなんですよ。そうですね、はい、ちょっと構えてみます。はい、はい、そう、これでここでですね、左肩だけをもっとグッと下げる、こういう感じです。おお、はい、はい、こういったら左肘が曲がるでしょ。そうですね、はい、これ、はい、結構、まあ、いつも言う TTA の構えなんですけど、うん、こんな感じなんです。でメインは右手です。はいはい、そう、はい、メインは右手です。はい、その傾いた角度を変えずに上からコツって感じなんですよね。はい、オッケー、今の移動出ました。そう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 、そうです。そう、それぐらい下がって、ほら、お、そう、その構え取られたら結構ちゃんと当たっちゃうんですよ。そうですね、はい、もうその左肩下げた構え取られたら、その時に気をつけなきゃいけないのは、左を向いちゃダメですよってことなんです。左肩下げるから言うて、はい、その肩のラインが左をグッと開いていくのはあかんよ。そう、そうではないですよってことです、はい、平行で下げるだけね。 OKOKOK、 そうです。よく聞く、あの質問していただくのが、そのじゃあ距離感どうするんですかって、転がしの距離感割と言われるんですけど、これねパターで打つのと一緒でいいと思ってるんですよ。はい、はい、そのピッチングウェッジの転がしやったら、もうこのパターで、はい、例えばですね、あそこの看板まで打ってみてください。はい、わかりました。ってイメージされるとどれぐらいで振るって感じなんですよ。あ、ロングパット、そうです、あのね、あそこまで振るだけでも、はい、結構振らんと届かへんでしょ。そうですね、はい、ね、確かに。そうしたらピッチングウェッジも同じぐらいでいいです。ああ、ピッチングも、うん、はい、あのパターであそこまで打とうっていう振り幅ぐらいでピッチングも振られたらいいですね。そういうことなんですね、はい、はい、じゃあちょっと2球ほどやってみましょう。分かりました。まずパターで、はいはい、あそこまで距離出そうと思うと、はい、どれぐらいですかね、やってみましょう。はい、はい、OKOKOK、 あ、できました、はい、そう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 、はい、全然いいですね、はい、だ距離どれぐらいか、落としどころはって言うんですけど、はい、もう落としどころとかあんま考えんでいいと思います。あ、そうなんですね、はい、へー、はい、まずは考えんでいいんで、もうあそこまでの距離感打ってください。はい、はい、そう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 、はい、いいですね、はい、よし、今のパターの素振りと、はい、同じ距離感、
パターだと思って、うん、そうパターだと思ってピッチングウェッジであそこまでの距離感を出せばいいです。わかりました、はい、落としどころどうとかはあんまりまだ考えなくていい。パターパターはいはい、わかりました。そしたら勝手に上がったりもするんですよ。あ、ただそれだけなんです。上がっちゃうんです、ね、そうそうそう、だいぶロフトあるんやから。パターはだから3度とか4度です、はい、これ40何度あるんですから、そうですね、それ上がるでいいんですよ。もうそれでいいの。それ勝手に上がるだけなので。わかりました、はい、無理やりこう自分がね何かをしてってじゃなくていいです、はい、特に距離感はそんな感じです。もうだってもう今あの看板にひっつきましたよ、はい、それでいいです。そう、もしトップしてもほら距離感一緒でしょ。あ、本当ですね。もうそんぐらいの気持ちでいいんですよ。はい、いかにね自分を楽にしてやるかです。ほらほら、すごいそうみたい。まあね、コースが少ない方っていうのはじゃあ落としどころとかなんとかわからんでって、まあもちろんおっしゃるんですけど、わからんけどパターの距離感をなるべく磨こうと。はい、ね、パターの振り幅でピッチングウェッジも打っちゃえばいいんだよと思っております、はい、はい、ちょっと何曲かやってみましょう。了解です。ほらそうみたい。よくねえすか。めっちゃいいです素晴らしい、はい、ほらよくねえすか。めちゃめちゃいいですめちゃめちゃいいです。いいっすよね、ゴルフ楽しいっすよね。よーし、ナイス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 、はい、すごい。でそれでね、あのもちろんサンドウェッジとか、はい、あのになると振り幅は変わるんですけど、はい、あのピッチングウェッジの転がしっていうのはまあこんな感じで。わかりました、はい、はい、ちょっとやってみましょう。ありがとうございます。はい、じゃあおまけジュニアレッスンです。はい、お名前何ですか。はるまです。 OK、 はるまくん行ってみよう。はい、ゴルフしたことあんねんな。何回かはな、あります、はい、じゃあね、このボールな、あそこ打ってみるか。あの看板狙って、よし。はい、じゃあね、ジュニアね、レッスンでやっていくとき、まずジュニアはクラブが長いからとにかくまず短くに握ってもらいます。そう、めっちゃ握ってみ。そう、この辺。ほんでもうちょっと足を狭めよう。そう、ほんでもうちょっとボールに近く立てるかな。そうそうそう、短く握って、そうそうそう、それぐらい握ってもいいよ。